皆さんから見て画面中央に見えているのがセルモーターになります。ちょっとね、寄せてみますけれども、このような感じでズームインすると、ちょうどど真ん中にあるものですね。こちらがセルモーターになります。皆さんこんにちは。DIY チャレンジのタカです。今日はですね、私のバイク、アクシストリート 125cc の原付なんですけれども、なんとですね、ブレーキを握ってセルモータースイッチを押してもうんともすんとも言わないんですね。それで先日燃料ポンプも変えてバッテリーも新しい状態ということで、セルモーターがダメだということに、原因を特定しましたので、これからセルモーターを交換していきたいと思います。セルモーターについてはヤフオクで購入しました。で、新品で購入するとこれ高くて 16,500 円ぐらいするんですね。ですけれども中古で購入しました。2000円ぐらいだったと思います。まあ、中古なので、自己責任で交換した直後に壊れてしまうかもしれないんですけれども、まあ、2000円だったらね、いいかなということで、やってみたいと思います。はい。それではですね、早速交換していくんですが、交換する手順としては、まず、こちらのメットインの中の遠ミリ4箇所を外すんですね。で、それで外すと、このような感じになってきます。皆さんから見て、画面中央に見えているのがセルモーターになります。ちょっとね、寄せてみますけれども、このような感じでズームインすると、ちょうどど真ん中にあるものですね。こちらがセルモーターになります。これをね、外していくんですけれども、この交換方法は非常に簡単で、遠ミリ2箇所を外して、それで外していく感じですね。で、今見比べましたけれども、新旧ですね。どちらもね、汚れているので、どっちが新しいのか、ちょっとわかりづらいんですけれども、見た目にですね、汚れている方が、交換部品になります。で、今ね、交換して、で、こちら、プラスドライバー締めていきます。プラスの2番で締め込んでいきますね。で、あとは、セルモーターを所定の位置にセットして、遠ミリ2箇所で締め込めば完了という形になります。はい。これを交換しました。でですね、2箇所で締めていくだけですね。で、交換したものはですね、こういったものになります。純正部品の品番なんかはね、今、差し入れておきますけれども、このような感じになります。はい。キーをオンにして、ブレーキを握って、かかるかどうか。バッチリですね。セルモーターがかかりました。これね、バイク屋さんとかにお願いすると、部品代で15,000〜16,000円、工賃入れると2万円超えてくるものになりますので、皆さんもですね、DIY でやってみてはいかがでしょうか。本日は、セルモーターの交換、アクシストリートでやってみましたという動画になります。まあ、簡単ですけれどもね、同じ症状で悩まれている方のご参考になればと思います。ありがとうございました。